いただきます。いっぱい、ありがとう、ありがとうございます。いただきます。お久しぶり。強いっていうか、もうロクがあるもん。そう、大量にあれ。あ、はい、何番ですか？はい、9時ちょうどについて41番です。はい。どうも、今日は何名？92名。92名。ありがとう。ね、ありがとうございます。ちょっと。はい、どうぞ。平日やしも。いけるかもしれんから行くわ。まずちょっと無理やわ、ちょっと無理、開いてない開いてない。半径の角にしようか。本なら毎着も見れるしな、言うて。そうするわ。はい、本日3月25日、今日は金曜日、平日です。グレード1越谷店様、今日はちょっと少なめの92名様お集まりいただき、私の抽選番号は37番で35番目の入場でした。言うてな、ちょっと少なめ言うて92名様やからな。そう、ほんでマイファイルは取れませんでした。まあ、ちょっと頑張って果敢に進んでいったんですけれども、取れませんでした。開いてなかったです。だからもう見事にみんななマイファイブに行きはるってことよ。ほんで私でもファンキーだと思いました。ファンキーもな、そう朝言うてたけどな、そんなな、あー言うて残念がるような大じゃないで。なんだかちょっとやります。ファンキーの角台です、207番台やります。対応してるかわからんけど、ガックンをしました。最近他のお店でもな、どこでもなんかその前回座ってたところ今回いいみたいなパターンが多いからさ、ちょっと未来を読みすぎちゃってんねんな。だからちょっとなんかヒヤッとする、ヒヤッと。あー、あ、夜背景や。またこうちょっと今月の未来を読みすぎたかもしれん。いい匂いするパンや。やっとや。ありがとうございます。375ゲームやっとこそテカりました。はい、単独のビッグや、ありがとう。はい、投資は9000円です。はい、ありがとう。あー、千と千尋の神隠しの舞台の、あれな、ジブリ作品初の舞台からしいで、すごいない。ほんでな、橋本環奈さん、その千尋役の橋本環奈さんもな、
か普段あんまり緊張しないタイプって自分では思ってたんですけれども、なんかやっぱ緊張します。舞台のなご挨拶で言うてはった、もうやっぱなさすがにその周りの空気みたいなあれでさ、で舞台が初めてやねんて橋本環奈さんがな、緊張言うていつものあの高笑いが出ない、テレビでやって見て情熱大陸プップップ。情熱大陸でな、なんかあれ一人ずつさちゃうねんけどな、その時は橋本環奈さんやって、あ橋本環奈さんかわいいと思ってマジ録画しようと思って、今度のあのちょうどそのあれ千と千尋の舞台のお話やったから、おっやったー絶対に録画しようと思って、でわしは昨日見てで感動物語やった、ほんま。ほんでそう舞台っていうのはなんか大きく見せないといけないっていうのを学んだ。あと NG もないしカットもない、大変やね。だから苦労をちょっと見たで。ほんでな、なんかなそんなあんな最後のななんか最後の時に なんかありがとうございましたーよな、カーテンコールって知ってるか、そうカーテンコールっていうのがあってな、何回もなパッパラパッパーよなあんねんけどな、その時になあんなあれおばたのお兄さんも言いはった、カエル、そう思ってな、青ガエルのなパペット思ってな言いはったで、うち見たで、おばたのお兄さんはおばたのお兄さんや、あ、おばたのお兄さんさんってこと、あーさかなくんさんみたいな確かにな、おばたのお兄さんさんかな、やっぱだ多分さ楽屋とかさ芸能人さんってさあるやん、ほんでさそこにさなんかおばたのお兄さん様って書いてあるやん、多分予想やけど、ってことはやっぱりおばたのお兄さんさんお呼びするべきかなってわしも思うたわ、まあ、お兄さんさん緊張や、はい、なんとブドウ 6.2 です。578ゲームしか回してないんだけどな、9000円を失いビッグは1回、うん、周りを見てみましょうね。最弱は入っていません。は？あれは？真ん中は入っていません。絆の稼働初当たり軽いやつは入ってるけど、イゼロはえ？そうやんな、うん、バジリスクタイム取ってな、あ、そうなんや、よう見てんの。移動するとしたらここちゃう、見切り早いほんま。じゃあここにしようっと。朝一のファンキージャグラー2をやめて絆に移動してきました。空いておりました。ちゃでもな、00じゃないね。そう、1回なんとバジリスクタイムを引いてはる台です。の、ほんで、あ、118ゲーム。そう。朝一結構軽めでな、バジリスクタイム入ってはって、一発目のな、バジリスクチャンス思う多分で、ほんで、な、やめたり118ゲーム打ちはって、やめはったよっていう台です。やるわ、そうな、軽いからな、全然可能性あるよな。で、ファンキージャグラー2、ファンキージャグラー2もな、わからんねんで、正直わからんねんですけれども、まあ、機材があるうちにパッパラパッパ移動してきました。あれ、だってバジリスクタイム入ってやほんま、あんた死ぬ負けなしの投資1万5000円、
願い通じた。ありがとう。33件吉田からのスパーシスクチャンスでございます。こんにちは、ここまで。青い色、緑ランプがあります。おー、ありがとう。投資は1万5000円です。ありがとう。猿之助様タイムです。本日の総投資は1万5000円です。パーティスクタイムに行ってまいります。水槽の呼吸6対6。絆効果は赤です。よし、寄るよ。さっきの前任者さんも夜背景やったから、ちょっとほんまに期待できそうなやつ来てます。そっちか、いいね、それでも。けどさ、運用を進め、行くぞ小四郎。はい、いける。全然関係ない巻物でいただきました。ありがとう。守るべきものだ。パーティリスクチャンス確定。どうしよう。おい、ウメザ。パーティリスクチャンス。なる。左か右。それ左か。中か右。中か右。左か。では参りましょう。では参りましょうです。もうちょっと続いてほしかった。わしはちょっと良くないです。そうですね、わしは良くないですよ。そうですね、声が小さくなっちゃう。しかも財布の中身も良くないです。そうですね、自利品、貧乏。お金がない、お金がないよ。200枚ほど流したんですか。そうですね、はい、うん、さっきの、うん、224枚。なけなしの牛の全財産。今日マイジャグどうですか。今日マイジャグなんか可動説が浮上しています。いや全部じゃないねんで、うん、そう全部じゃないけど可動が結構良いです。94分の1とかあるね。おー、回数もやっぱついてる。やっぱ回数つくな、マイ5。そうだね、うん、初当たり軽いからな。そうだね、うん、あとは戻ってどうするかですね。そうですね、はい。財布の中にゼロからどう立ち回るかほんまや。人格系です。天丼と天丼とソファーはちょっとヘビーやな。カレーとお皿はいいけども、しかも私クレープも食べたいから。あ、そう、うん、でもなまた安そうなんこれ。あ、これ。あ、これ。これは確かに安い。これは確かに安い。でも綺麗、綺麗でしょ？これ、ほら。なんで？こんなん。いや、失礼。こんな。綺麗でしょ？うん。可愛いの。ありがとう。なんで？これはそばにしちゃってよ。いつもありがとう。ほんといただきます。いただきます。いっぱい。ありがとう、ありがとうございます。いただきます。お久しぶり。
元気元気、おかげさまで。そう変わんないよ。私もよかった、ありがとういただきます。よかった、よかった、うん、お姉様が来てくれて来るんだよって聞いて、そうそうそう、よかった、ありがとう、ありがとうね、こちらこそいっぱいいただいて、うん、ありがとう、ありがとう、我が家の自家製嬉しい。美味しいかまずいか。いや、美味しいに決まってそう。いつも美味しいもん。ありがとう。ね、どうぞ。ね、ありがとう。いただきます。はい、どうぞ。はい。やった。おさばちゃん天ぷら。今天ぷら持ってんで。おだしからいただくね。いただきます。めっちゃ美味しい。イーとベロが喜んでる。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。もう一度。薄める？もっと。ポテトサラダ。でもポテトサラダせっかくやからいただくかな。ゆで卵も入ってるタイプや、嬉しい。マジもゆで卵を用意でね。いつもありがとうね。よかったよ。リゼロが通った。人様のリゼロ。よかったよ。え、あるんじゃけ。よし。いやん。いいガチャ。角の引いちゃうか。あれ新派な。はい、お昼から戻ってまいりました。ほんでブラブラしておったらちょうどほんまにいいところにこれバジリスク絆つ、なんとこれわしがさっき打っておった台です。誰かが打ち張ったのかな、後でな。ほんでこれな、266ゲーム期待値のあるやつです。ちょっとこれ開いておったからわし打つわ。やった、ありがとう、やります。ほんで午前中とかさ、お昼までの間、お昼に行くまでの間にわしは投資23,000。ほんでこっからセブンイレブンに行ってまいりましたのでまた追加投資をします。さっきのはもう流しちゃったからな、200何枚。やります、よし。前も言ってたもんな。なんでか、え、なんでまた飲みに行きはるんですか。うつうつ、あ、どうしよう。最後までいてくれなかった。店内も撮影できるんですよ。また動画で言ってね。あ、かっこいいお兄さん。ありがとうございます。いいの？ほんまに。
ほんまに？何様が一緒に？ほんまに？ほんまにかもーに、かっこいいお兄さんはまたまた現れた。ほんま？ほんまに？ああ、はい、ファンキーはまあ、はい、そうですね、うん、ありがとう。ガチやん、ガチ小ゼロクやん。はい、またまたガモーにすごいかっこいいお兄さん現る。はい、これファンキージャグラー2なんですけれども、まあ、3935ゲーム回ってビッグ22、レギュラー19、合成確率95分の1、めっちゃ小ゼロク、めっちゃ小ゼロクのファンキー2を経てまでどうぞ。そう、この後飲みに行くからどうぞって言ってくださった。ベリベリかっこいいお兄さんがガモーにまたまた現れました。実は過去に前にも同じ方、また飲みに行くから言うとこう譲ってくれはったんですけれども、またまたまたいただいてしまいました。そう、ファンキーはね、もうファンキーは平気で800とかハマっちゃうから気をつけてねってしかも言うてくれはった。そうよな、ファンキーってハマるのよ。ファンキー今日強そうだからって。確かにファンキー後ろか、ほんまやな、17の21とかやるわ。せっかくこのいただいた引き継ぎ受けたこの私ファンキーやります。よーし、4000フル回って95分の1やで。私は分回すから。ビッグでございます。424ゲーム単独のビッグです。よし、単独のビッグでございます。やったいなぁ、170ゲーム単独のビッグです。3連続ビッグやん。16ゲーム単独のビッグです。よし、単独の39ゲーム単負けです。173ゲーム単独のビッグでございます。あー軽い。1000ゲームほど回しても全然衰えへん。
詰まってるわ。声が聞こえるけど、気のせいやな。車で寝といてや。なんで来た。嫌な予感はしてて。閉店カタトンまで売って感謝を伝えるっていうのがさ、人の心じゃない。何感謝を伝える。確かに確かに。わし今日何わし今日3万1000やで、当せ。あほんまにガモーにかっこいいお兄さん現れた。かっこいいお兄さんってもう神やで。ゴッドで、ゴッドは引けませんでしたが、神様に出会いました、言うてな。何、ね、出してる。はい、逆にオンデー。だってブドウジュースもらった。スーツスーツ。うん、お仕事帰りに。あの、僕も今毎弱のそこそこなやつ売ってるんでって。でもツイッター見てたらなんかちょっと結構負けてるって書いてたから、あんましやったらあげるってのは。うん、もう箱持ってきたから早っ。あキリがいいところで。食べたかった。いや、そりゃそうだよ。もう10時だもん。そんなギリギリまで営業しないから。てんがらがらや。クレープバイバイじゃないんだよ。実践終了。ほぼ閉店です。はい。ほぼ閉店間際です。はい、またまたちょっとね、鬼の可変が回収に来たので、いくらの回収に来たので、ちょっとまあまだ10時ぐらい、うん、ギリギリではないです。ギリギリ閉店カタトンではないですが、そう、マイジャグ、ファイ、マイジャグじゃない、ファンキ私、途中からな、ガモーのかっこいい、すごくかっこいいお兄さんが、はい、いや、俺あのお兄さんほんとかっこいい、うん、だって俺ね、そう俺声かけられたのよ、うん、なんかあの、今日閉店まで入れるって声かけられたので、入れますよ言ったら、ファンキーもう6で間違いないから、ファンキー6だから閉店まで残ってお店の出玉取ってってあげてよっつって。めっちゃこっち側だ
気持ちを考えてくれたからよ。いや、だから店のお店のことを考えてるんだ。そう。すごい。いい常連さんだよ、店にとっての。そうやな。うん。入れるっつって、そう。家族、ファミリーよ。ほんまに店のことを考えてくれたのねんな、そうやったんや、おかげさまででもいいのが取れましたね。そうですね、はい、なあ、回しのそのかっこいいお兄さんから譲り受けたあれも80、合計で80ボーナスぐらいを残せたし、ほんで、まあ、ファンキー他も出玉的なもんもそうやし、ジャグたちもそうやし、で、私個人もなんとそれまで私負債投資私それまで3万1000円でした、はい、ですが、これかっこいいお兄さんから譲り受けたファンキーで2277枚出ました。今日は強かったね。いや、6号機のマイジャグって出ないかと思ってたけど出るな。今日は強かったね。うん、マイジャグサブ1以上あるね。うん、の、うん、2V1 に近いサブ1みたいな感じか。2.5V1 ぐらいか。2.5V1 ぐらい、 2V1、 うん、まあ、かなりある。6っぽいのがしっかり出てる、うん、6号機のマイジャグはちょっと微妙って思ってたけどそうでもないな、ね、そうですね、そうですね、ちゃんと出てましたね、ちゃんと出てました。あ、投資いくらみたいなやった。投資3万1000、回収これが絆の224枚、これパンキージャグラーありがとうございます。2277枚というわけで、まさかの勝ちっこです。逆転勝ちっこ、やっぱり強いな。やっぱり強い、やっぱり強い、うん、まあ、俺はねちょこちょこしか見れなかったけど、あのあそこの撮影しづらいところだったから。あ、そうだね、真ん中ら辺カメラ置いたままね、そう、よかったよ、今日車で来て。うまい、うん、よかったよ、うん、俺これ買ったんだよ。え、これ何それ、アンプ、アンプなんでそんなスタッフがおるか、はい、ちょっと持ってちょっと重いよ、怖い怖い、潰れるなんでやねそんなことある。いや、店内にいられないしさ、車の中にいるのも暇だからさハードオフがあるんだよ、近く。あ、そうなんや。そう、ちょっとアンプを買ってきましたそんなスタッフおる。オープニングは今度これになるかしら、マーシャルからボックスになるか。ほんま、そう、後ろにギターもあるし、すぐできる、うん、すぐできるまあ、今日はマイジャグはどのボックスも強かったっていうことで。ほー、このボックス、はい、はい、ありがとうございました。